この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。お父さん。え、美鈴じゃないか。ここで何してんだ。お久しぶりです。君は確かライドウヒカルです。ああ、神主さんの。お父さんこそここで何を。仕事だ。不動産契約の件で下見してたら山から出られなくなったと。ああ、その通りだ。確かに時空の歪みによる結界はこの小学校と古星山を完全に包み込んでいます。つまり山越えしても無駄ってこと。つまり袋のネズミってこと。ちょっとあんたたち、さっきから何言ってるの。要するにですね、ここにいる我々は何か不思議な力によって閉じ込められたって。ふざけないで、あんた警察官でしょ。行くわよ。不合理だよ、不合理。止めて。すまぬミス。ゴーちゃん、不可解だ。あまりに不条理だ。なんで外に出られないの。説明しなさい。いや、俺らにそう言われても。皆さん、ここはとにかく冷静に。なんで神主が。学校に神社を作らせてもらいましてね、白井校長のご好意で。白井。あ、お二人ともお会いするのは初めてでしたね。一ノ谷建設の方ですね。開発本部長の黒木智美です。彼は建築デザイナーの桑原。まさかお父さん。ああ、今日はこの小学校の解体工事の件で来たんだ。解体。知らなかったの坊や。ここはもうじき複合型リゾート施設が建つのよ。そっか、この学校壊しちゃうのか。なんか寂しいね。ごめんなさい、みんなに黙ってて。辛いことは言いにくいものです。つうか、その前に怪獣が壊しちまうとこだったし。怪獣、今度は何の話。いやー、言っても絶対信じねえし。だよね、生意気ね。まあまあ、そろそろ日も暮れますから、まずは夕食でも。そうして。そういや、お腹空いたしね。餌が揃ったわね。お楽しみはこれからよ。いただきます。いただきます。超うめえ。ほんとうめえこれ。そうですね、確かに美味しそうだ。太郎、食べれんの。気分の問題だ。あ、いいよ。はい、ありがとう。うまいな。俺も通ろうっと。みすず、お父さんと一緒に食べたら。いいの、仕事の話してるみたいだし。そっか。やうめえなこれ、本当にうまい。今日のディナーは高級フレンチの予定だったのに。その割にはよく食べますね。それ2杯目でしょ。うるさいわね、やけ食いよ。この不条理な状況、僕はとてもじゃないか喉を通らない。散歩でも行ってきます。神経質な男。不合理だ、不可解だ、不
健全だ。ねえ、何ブツブツ言ってるの？ストレスはお肌に悪くってよ。美鈴のおやじさん、なんか印象変わったよな。そうかな。会社大きくなったからじゃない？貫禄出たもの。お母さんの和菓子屋は昔と変わらないんだけどね。僕も知ってますよ、この学校の土地買収の件。え？白井校長がうちの父に資金援助の相談をしてたので。私は何にも聞いてなかった。あ、健太、ちゃんとカッキーにもカレー持ってった？持ってったよ。あ、そうだ、さっきさ、カッキーの隣にいた人って誰なの？わかんない。そっか、うん、大里豪、プロボクサーで日本チャンピオン。豪ちゃんとは小学校の時の親友でさ、いつも一緒に遊んでてね、よく将来の話とかしたんだ。当時流行ってたテレビドラマの影響でさ、警視庁の敏腕刑事とプロボクサーのチャンピオンを目指したんだ。自分は見ての通り冴えない街の巡査だけど、ゴーちゃんは見事に夢を実現したんだ。私たちも自分たちの夢に向かって頑張っていこうと思ってるの。素敵な目標だね。やめとけ。え？夢なんてのはな、見てるうちが花だ。たとえ叶ったとしても問題はそこから。お前だって知ってんだろ、俺がどんな転落人生を歩んだのか。ゴーちゃん、日本チャンプになってすぐだ。賭博事件に関係したとマスコミに叩かれて引退。今じゃ見ての通り負け犬だ。そんな。それを知ってて太一は自慢してる。かえって惨めだぜ。ごめん、別にそんなつもりじゃ。諦めない限り夢は終わらない。俺はそう信じてるんですけど。そんなこと若いから言える。頑張ってんな。コンクール近いし、創作和菓子仕上げなきゃ。いつこの小学校から出られるか分かんないけど。間に合うぞ、きっと。いつもポジティブだね、光くんは。さっきもそう、絶対後ろ向きな考え方しない。生意気だったかな、やっぱり。分かんない。でも私は好きだよ、そんな光くん。ミセス？あ、ラブじゃなくてライク。私ね、実はここに閉じ込められてよかったかも。え？お父さんと一緒にいられるし、普段すごく忙しい人だから。あ、不謹慎だね。そんなことないよ、俺もよかったと思うよ、美鈴がそう思うなら。ほら、また超ポジティブ。
ご苦労様。うまく盗んできたわね。約束は守った。さあ、僕をここから出してくれ。まずはそれちょうだい。あ、なんなのよこれ。触れないじゃないの。おい、早く僕を外へ。うるさい。最初から逃がすつもりなんてないわ。こすずるい人間、怪獣になっちまいな。暴られたら大変だ。ん？どうしたヒカル？ない、ギンガスパークがない。何なのよあれ。ここは危険です、避難しましょう。あんたの責任よ。もっと早くここを買収しとけばこんな目に遭うことなかったのよ。契約は白紙よ。あ、ちょっと。ジャンナインの自己修復まであと5時間。予想以上に前回の戦闘ダメージが大きかったか。逃げろヒカル、ここは私が。ウルトラネッド。うわー、タラ。おいヒカル、なんでライムしてんだ。ギンガスパークが盗まれた。えとにかく怪獣をライムに誘導する。このウスノロついてこい。やべえぞヒカル、なんとかしなきゃ。あ、ミスズ。おい、何してる。早く逃げないと。逃げられっかよ、ダチがピンチなのに。見て、屋上に何かいる。あいつがギンガスパークを。待て、お前らだけで行かされるか。キーも悔しい。拾ってあげましょうか。あら、ありがとう。神様、もうお供え物をつまみ食いしません。毎日掃除もします。ミセス、今まではずっとヒカル君が守ってくれた。今度は私が。だからお願いです、ヒカル君を助けてください。ねえ、前はあんたも支配者様に仕えてたんでしょ。それ返してくれたらまた仲間にしてあげる。仲間ならもういますから。そう、じゃあ消えなさい。トモヤ、これをライドウ君に任せろ。おい、自分が。逃がすもんですか。無茶な奴らだ。おかげで昔の俺を思い出しちまったぜ。ゴーちゃん、私も戦える。でもあの怪獣体硬そうだし、どれにライブすれば。
かこれかっこいいな。決めた。ウルトライブレッドキング。ミセス、どうして？私にもわからない。でも、祈りが通じたみたい。ミセス、イスラギさん、ミスちゃん、ミスズ、パンチ。ミスズ、ありがとう。こいつまた姿が変わった。相手の攻撃を吸収しさらに強くなる。僕は完璧だ。ミスズ、
どんなに強くなろうが、ジンガはその上を行くぜ。銀河クロスシュート。やった、ヒカルくんが勝った、勝った。いくら、そのおさんです。あの子たちに救われましたね。おつまさん、伝えたいことが。バクドールズ劇場でごわす。おいどんはレッドキングでごわす。よろしゅう頼ます。シーン。あれ、なんか冷たいでごわすな。ご本、ほら代表して踊れ。何勝手にミスーちゃんとライブ少年。ああ、モテる男は辛いでごわす。僕もミスーちゃんにライブ。可愛かったな、ミスーちゃん。スケベども、燃やしたるか。男子って最低です。銀河スパーク、謎は深まるばかりだな。さあ来週もレッツウルトライブだ。勝手に閉めんなよ。またそれが真っ黒のウルトラマン、そしてウルトラセブンが俺たちの前に立ちはだかる。なあ太郎、二人は正義の戦士じゃなかったのかよ。あのウルトラマンは一体誰がライブしてるんだ。次回ウルトラマン銀河漆黒のウルトラ兄弟、さあ君も一緒に冒険だ。この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。